アイナさんね。どう？素敵な島でしょ。いっぱい楽しんでってね。ワニです。鳥でしょ？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回もね、早速旅立っていきますか。私の島はめちゃくちゃ雨なんやけど、今日。はい、それじゃあ旅立ちまーす。ん？気づいてないんかと思った。世界につながる空の玄関口、アイナ飛行場へウェルカム。本日はどのようなご用件でしょうか？お出かけしたい。今回もね、飛び森の頃にも、村に行ったことのある人の島なのだけど、通信で出かける。近くのローカル通信の島か、遠くのインターネットの島、どちらにお出かけしますか？インターネットの島。では、インターネットに接続します。オッケー。ただいま、空猫島がお客様を受け入れておられるようですが、こちらの島にお出かけなさいますか？行きます。では、良いフライトを。グッドラック。来た来た。はい、出発。あ、すごい、かわいい。アテンションプリーズ、当機は間もなく空猫島に到着いたします。座席の背もたれを元の位置に戻して、シートベルトをしっかりとお締めください。現地の時刻は午前10時16分、天気は晴れ、気温はそれなりでございます。タイルめっちゃかわいい。当機は間もなく着水いたします。はい、空猫島に到着。こんな感じ。あ、いいね、いいね。この綺麗に、家が並んでいる感じ。あのね、飛び森の頃には、空猫村とロココ村に行ったことがあるんやけど、今回はこのね、空猫島に。え、めっちゃ可愛い。超可愛い。いいね。ハッピー。このタイルめっちゃ可愛くない？あ、なんかめっちゃ和風な服着とる。この島で見かけないお顔。ということは、よその島からのお客様？そうですか。アイナさんとおっしゃるんですね。はじめまして。私、タコリーナと申します。他の島の方とお話できて嬉しいです。キャ。あ、なんか語尾がさ、飛び森の頃と変わっとる子とかが結構おるっぽくて。この子は何ちゃん？ジェーン。あなた、見かけない顔ね。まあ、アイナ島から遊びに来てくれたの？挨拶が遅れたわね。私はジェーンよ。よろしくね。あなたのことをアイナさんと言えばいいかしら。この島に遊びに来た時には、私にも声をかけてくれると嬉しいわ。うふん。めっちゃなんか気難しそうな顔やけど、いい子だね。やっぱ綺麗に家並んどるのめちゃくちゃいいなぁ。ね、見栄えがいいよね。私もお金を払って、綺麗な感じで並び、びっくりした、バッタ。いや、キリギリスか。泣きよるね、なんか。あ、ここが広場やね。広場の周りなんかめっちゃ、綺麗な感じで囲まれとる。あ、なるほどね。こういう感じで、ウェディングアーチや。それが使われていると。ん？カフェよ、カフェ。ここは、猫カフェかな？あ、すごい。見て、カップとか、めっちゃ猫の絵とか描いとるよ。かわいおい。ってことでちょっと。あ、これ、なんかドアプレートも、猫の足型そんなんあるんや。お邪魔します。スズランめっちゃ咲いとるやん。ん、猫カフェ。あ、めっちゃ、二つもトイレがあったか。壁紙かわいい。これ外のタイルと同じかな。かわいい。いいね、いいね。でもってさ、こう、熱盛になってから、こう、かけれる曲の種類も変わったんかな？なんか聞いたことない曲なような気がする。気のせいかな？気のせいじゃないよね。てか、キャットタワーこの色かわいいんやけど。ピンクと水色？かわいい。あ、そして、ぬいぐるみや。ライオンのぬいぐるみかな？こっちのこの絵はどういう状況？こっち側はなんかね、真ん中に猫がおるっていうのはわかるんやけど。こういう鏡もあるんや。こういう鏡欲しいな。現実の私の部屋にあるのね。
こういう鏡で、下に引き出しがついてるやつなんよね。あ、こっちには餌入れも。はい、それじゃあ左の部屋へ。お、左側、ここはミシンとかが置いてある。あ、これは、棚を前で表現してるってことか。そしてこれは店員さんたちの制服かな。かわいい。もしかしてこの辺も前で座？めっちゃクオリティ高いんですけど。え、超絶クオリティ高いんですけど。え、かわいい。なんてこと。やっぱ服が綺麗に作れるのめっちゃいいよね。かわいいもん。てか、和もあるんよね。和服バージョンの店員さんの格好。はい、そして奥の部屋へ。ん、この奥は、なんか絵を描きおるんかな、これは。ふんふんふん。いいな。このミントカラー。なんか、ね、家の中をこういう感じに、なんていうの、二つに分けとるのは、これは下はラグなんかな？ちゃんとこれ、あつ森仕様のスイッチよ。やっぱね、現実で見ても可愛いもんね。てかぬいぐるみも、色味が可愛い。自分とこにあるの白なんよね。めっちゃ可愛いやん。よき。ほい、そして、なんかここで流れよりこのまったりした曲いいね。はい、そして右の部屋へ。お、右、あ、え、なにこれ？これなに、ランプかな？あ、え、かわいい！え、かわいい！いいね、こんなランプあるんや。そう、フルーツ系の家具ね、めちゃくちゃ作りたいんやけどさ、なかなかこう、やっぱさ、自分とこの島にない果物とかあるやん。ああいうのさ、マイル旅行券使って島に行ったら、まあ、自分とこにない果物とか見つかることもあるけど、なかなかね。でも、さくらんぼ、うちの庭に咲いてるけどね。あつ森の中の。もちろん。はい、そして2階は、チャスチャス2階は居住スペースってことかな。そう、一応ね、空猫島は、猫系の住民さんが今ね、4人おるっぽい。あの子さっき話したジェーンよね。で、チャスに、この子は、ラムネちゃんやっけ。で、あの子が、誰だったかしら。名前が思い浮かばない。ニコバン、そうそうそう。ん？写真の裏に小さな字で何か書いてある。1月1日生まれ、ヤギさん。1月1日なんや。好きな言葉は、豚に真珠。うん。猫に小判だからか。自分の名前がそうだからか。あ、かわいい。この前でさ、かわいいよね、めちゃくちゃ。布団にもすごく合っている。そして、エアコンもつけて間違えた。エアコンもつけて扇風機も。なるほどね。まあ、でも効率よく、全体的に広がる。あ、え、こんなんあるん。めっちゃいいやん。ねえ。これシャワー室が。え、よきよき。へえ、いいね。中が透けて見える。いいな。なんか家具の色とかもね、島によって違うって聞くけんさ。めっちゃなんかいいなと思う。はい、そして地下へ。お、地下はなんかすごい落ち着いた雰囲気のカフェやね。ここは猫関係ないカフェってことか。ちゃんとこれ、お一人様用の席も。ね、端っこで本を読んだり。でもこの空間の中真ん中で一組だけワイワイするのもなんか、ブックカフェみたいな感じなんかな。ね。なんか本とかいっぱい置いてあるし。真ん中のグループも一応、雑誌ではあるけど、何か本を。何の本やろ、これ。音楽系の本っぽいね。多分。え、何これ、かわいい。え、めっちゃかわいいやん。こんなのあるん。なんか本が入っとるよ。へぇー。
いろいろと、集まりになってからめっちゃ増えた家具もいっぱいあるんやろうね。ポケモリ系の家具も全部来てほしいんやけど。はい、お邪魔しましたー。いやー、かわいい。あ、庭にはサクランボが咲いているのね。サクランボが咲いてる？なってる。咲いてはないか。あ、ここが家ってことかな。作業台も置いてあるし。はい、お邪魔しましょう。おー、落ち着いた空間。ね、いいね。そしてこの服もかわいい。え、なにこれ？ネイルセット？めっちゃ女子力高いやん。こんなんあるんや。しかも超今時じゃないこれ。え、これ、あれ、指入れて、乾燥させるというか固めるというかジェルネイルのやつやろ？え、すごい。え、すげえ。こんなのあるんや。やばいね。そう、こういうなんか細かいセット家具みたいなのね、だいぶ増えた気がする。なんか、タロット占いかな。ろうそくの色がめちゃくちゃ怪しいけど。超怪しいけど、この部分。これは、下のラグとさ、クッションはお揃いなの？前出たかな？なんかどれが、もう全部の家具をさ、把握できてるわけじゃないけど、どれが前出たで、どれが元からある家具なんかがいまいち把握できていない。このテーブルいいね。はい、それじゃあ左へ。お！広いお風呂や。なんか3種類もお風呂あるんやけど。合格。いいね。あ、これ、こんな色にもなるんやね。そしておトイレもね。近づいたら、便座が上がる。便座？蓋が上がるタイプ。便座は上がらない。はい、そして奥の部屋へ。ここはなんか撮影スペースではないんかな。なんか看板が置いてある。この看板私あれや、浜辺に置いとるわ。ハンバーガー。いいね。花と花の組み合わせ。下がピンクで、周りは緑？はい、そして、右側の部屋へ。あ、ここは、ん？なんか、服の貸し出しみたいな感じかな。ここで服を借りて横で撮影をするみたいな。この帽子かわいい。この帽子かわいい。いいね、いいね。へぇー。ねえ、なんかここで、登録というか、なんか受付みたいな感じじゃないかな。多分。多分、きっと。全体的に服が可愛い。はい、そして、お邪魔しました。お、なんか外に本棚置いてある、あっこ。ね。この色可愛いよな。これね、色変えれるなら変えた方が、可愛いね、圧倒的に。お！ピクニックしおりやん。あ、なんかこの眺めめっちゃ可愛いんやけど。わかる？え、なんかこの、あのなんか橋と、この川の感じ。え、めっちゃ良くない？この景色。あの橋可愛いな。いいね、やっぱクッション付きのがあるっていうことなんよね、あれ。お、スイカ割りができるやん、ここで。これもしかしてビーチボールじゃない？ほら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 、ボールや。一瞬本物のスイカかと思ったけど、違うのね。ちょっとなんかビニールっぽいなってなった、近寄ったら。はい、それじゃあ。あ、ここにもなんか展示されてある。あ、見て、外でさ、これ、ゆったりと、本を楽しめる空間。いいね。なんか外にこういう、まったりできる空間みたいなのあるのいいな。
ね、みんな結構作ってるよね。座る場所いっぱい作ってるよね、みんな。私は全然そういうのがないけん。ここは服とか、アクセサリーが売りよる。かわいい。なんかああいう帽子見たらさ、ナージャを思い浮かべるんよね。ここもしかして左右でさ、エイブルシスターズから派生しとるってことかな。関係ないかな。そしてこっちはたぬき商店やね。そしてこっちは、またちょっとしたカフェスペース。ほうほうほう。やっぱみんなカフェスペース作るよね。そしてここも、猫の旗。ハム好き合い。お、見かけない顔だな。もしかしてよその島から遊びに来たのか？オイラの名前はハムスケ。お前は、アイナって言うのか。へへ、会えて嬉しいぞ。これからも空猫島に来た時には声かけてくれよな。にゃーん。口癖、もうなんか猫に侵略されとるやん。空猫島とはいえ、道端にも急に座れる場所が。いいね、いつでもどこでも休憩できる。ここはまたしても、え、屋外の猫カフェ？すごい。屋外の猫カフェ、あれやん。めちゃくちゃ猫が懐いてないと、懐いとってもどっか行きそうやけど。え、すごいね。普通に話しがいな感じかな。斬新。これは、探してますって書いてない？脱走しとるやん。え、猫脱走してしまっとるやん。大丈夫か。こういう感じでなんか、あ、これ、猫型の池や。猫型の池、かわいい。ね、なんかこういう、池にあえて島部分を作っとるのがいいなって言おうと思ったんやけど、目ってことかな？かわいい。ね、いいね、いいね。そっか。島クリエイトとかしたらさ、自分で、ああいう風に形変えれるもんね。あ、ここもちょっとした図書スペース。この島はなんか全体的にのんびりゆったり過ごせそうな感じやんね。ここさっき通ってきたところか。はい、そしてここが、おお、めっちゃいいやん。ここはちょっとした、ガーデンウェディングバー。ガーデンウェディングパーティー会場か。おしゃれ。めっちゃおしゃれ。ここで披露宴とかってことかな。で、あの階段の上にあるのが博物館。こういう景色めっちゃいいよね。こういう、なんていうの、奥行き。奥行き、良き。にゃあ。なんかさ、住民おせんくなったことない？前から思いよってんけどさ、飛び盛りの時ぐいぐい押せよったけど。ほら。丘の上の博物館。こう渡っていけるのもいいよね。あ、やっぱりこう、なんかね、遠出してきた時に、あ、すごい。こんな上にもベンチが。なるほどね。ここまで来ても、ゆっくりと休めるように。そして奥の方にも、DIY の作業台に、なんかお墓あるよ。誰が眠っているんだろうか。そしてこのなんか、山奥にある家。あ、ここは？教会かな？こんな感じ。教会？なんかお金持ちの家とか？長い机に。食事中はなんか喋ったらいかんような感じ。はい、奥の部屋へ。奥もなんかすごい静かな感じやね。これは何なん？あ、これ畳めるんや。へえ、なんかこれ開いてる状態しか見たことない気がする。ゴミ箱かと思った。全然違ったよ。へえ、そういう感じなんや。
初めて知った。ここは普通に洋館って感じかな。人が住んどるところ、お金持ちの方々が。はい、そして。おう、びっくり。さっきからなんかいっぱい虫が飛び立っていくんよね。こっちはもうあれか。パーティー会場の方よね。ってことはあっちの左側に進んでいけば、よろしいのかしら。この道なりに。あ、井戸がある。あ、ここにはサイロもあるね。こっちの方はなんか、お、進んだ先にも家があったぞ。お邪魔します。ん？ここは？なんなんやろ？何かしら施設みたいな感じ？介護施設みたいな感じかな？なんかね、いっぱいベッドと車椅子がある。へぇー。ちょっと奥へ。教会や！なるほど。へぇー。教会やった。ここはすごいなんか落ち着いた色でまとまった教会やね。うんうん。現実の教会は行ったことないけど、なんかリサと海蔵くんのやつでピンクと白のイメージがすごく強くなってしまった。教会。手前はこういう感じなんやね。ちょっと体が悪い人とかそういうのを助ける感じなんかな、教会で。そしてこっちもなんか道なりに進んでいくと住宅街に、あ、こっちの方もいいね。海を眺めながらコーヒーを楽しむ。目の前にこれでサメが現れたらめちゃくちゃビビるけどね、それはめちゃくちゃ焦るけど、ん、あっこに灯台が、あ、みんなこういうあれだよね、崖の上とかにも、めっちゃ、私何にもしてないんやけど。崖の上とか、何もいじらずない。びっくりした。コアラや、コアラ。ゴンゾウ。この島では見かけねえ顔だな。おめえ、外から来たやつか？俺の名前はゴンゾウ。俺元は外に住んでたのが、この島に引っ越してきたんだよ。それは猫島はいいとこだぜ。おめえもいっぱい楽しんでけ、だがや。だがや。いいね、農家のおじさんって感じ。ここの部分にも物を置けるんよね。なんか、こう、他の人の島を訪ねて、初めて知るんだけど。ここは誰のお家なんだろうか。ここ、あれやね、動物の。あ、ここ、ゴンゾウの家。マジか。なるほど、海辺に。農家のおじさんみたいな感じやったけど、海の男やったわ。ね。意外と海の男だったわ。こんな感じなんかな？他、あ、でも向こう側にもなんか、待って、向こうにも渡っていけるぞ。そっか、左側に行きよったけど、右側には向かってなかったか、私。なんか下の方に橋がかかってある。この辺か。あ、そっか。なんかこの光景めっちゃいいって言って橋渡ってきてなかったんか私。なんか怖い。ウェルカム海賊。なんかドクロマークが。やっぱ浜辺にこういうね、ベッドいいよね。はい、それじゃあちょっとお邪魔します。あ、なるほど、かっこいい。ちょっと人里というか、住宅街から若干離れたところにあったけど、ここやったら、防音とか、まあ、周りに迷惑をかけるみたいなことを、あまり気にせんでいいってことかな。目いっぱい音楽を楽しむ。お、またなんか聞いたことない音楽が。ここはなんか、
やんちゃな男の子が住んでそう。まあね、外のプレートからしてもそうやけど。いいね、ちゃんと DJ 経験の曲を聴いているのね。はい、そして、あ、ここにも、いいね、ラジオを聴きながら海を眺めてお茶を飲む、おしゃれだわ。そしてなんかこっちの奥の方は、いいね、この果物の木がめっちゃいっぱい生えてる感じ。ん？坂を登っ、あ、ここがキャンプ場。イエーイ。あ、あの丘の上にテントが張って、びっくりした、ジャスティンやん。何がおるんかと思った、ジャスティンやん。ちょ、待って。お、あの上は、あれですか？はしごで登っていく感じ？なんかな？あ、こっちがキャンプサイトなんやね。ふんふんふん。釣り竿とかもああいう感じに置けるんやね。へぇー。ほらほら、テーブルとかも置いて。ねね、テーブルもちょっと欲しいかもしれんな。結構広いね、キャンプ場。広々。あ、こっちから渡ってこれる感じ？おー。ね、この小さい滝かわいい。ね。ちょっと丘の上にあったテント。あれはキャンプサイトじゃなくって、住人の家としてのってことよね。お、なんか、屋外で、フライパンのまんまいただくんかな、あれ。ワイルドや、ワイルド。ってことで、ちょっとはしご。よいしょ。人のとこでこうやって自分の道具使えるっていうのね。夢見じゃないけん。なんか、怪しげな音楽が流れている。こんななんか自然に囲まれたところでキャンプしよるのに、めっちゃなんか、こんなでっかい荷物持ってきたんかな。元からここにあるわけじゃないよね、設備。ここで一体何しようんやろ。なんかの研究みたいな感じかな。ノートパソコン持ち込んで。謎。謎。裏には、あれやね、望遠鏡とかも置いてあって、星の観察で、記録つけたりとかしようかな。なんか外でも寝れるよ。外で、なんか星の観察で、ずっと外で待機しとることとかがあったりするんかな？おー、こんなところにも。これはちょっとなんか、自分で島クリエイト使って、ここはみ出させたってことかな？ね、この空間。は、戻れなく。戻れんくなったかと思った。後ろから通れたかな？そしてこの、奥にもまた、休めるスペースが。休憩スペースいっぱいあるのいいなぁ。私もいっぱい作ろうかなぁ。そう、そしてこの丘の上の低木ね。めっちゃいい。みんなああいう感じで、丘の上もいろいろ作り込んどるよね。ほんと全体的に作り込んどる。私はもう全く、てか、手前すらちゃんとできてないけど。ほんと、これで全体いけた？ぽい、ね。うん、全体いけたね。ふぅー。ということで、じゃあ今回は、島の入り口はどこかしら？あ、ここかな？はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトン、時刻は2020年6月17日、水曜日の午後5時2分です。今日は特にお知らせはありません。週も半ばになりましたので、後半も元気に過ごせるように、無理はなさらないでくださいね。それでは、なんか置いてある飲み物とか変わったらいいのに。ほい。
い、ということで今回もやっていきたいと思います。お、スマホが鳴っている。もしもし、こちらたぬき商店のまむきです。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金15,040ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。私なんか買ったんやっけ、違うっけ。あ、ライオネル、お届け物です。アイナくん、この間夢を見たんだ。君と僕が同じ屋根の下で暮らしている夢をね。君が夢の中でこれを探していたから手に入れておいたよ。また夢で会おう、ライオネルより。なんかちょっとストーカーチックな感じすごいなんか怪しい手紙を。んーと、ズボンプレッサー、何ズボンプレッサーって。ズボンをなんかアイロンする感じのやつ。ちょっとどいて。多分そういうことよね。え、違う？これ上なんかジャケット引っ掛けたのかな。あ、よねよね。で、下にズボン。え、こんなん初めて見たんやけど。へえ。え、一般家庭にあるもの？一般かどうかわからんけど。え、普通に家庭にあるもの？業務用？いまいちよくわからないけど。ね、今回はね、マイデザインを、ヤマトさんがマイデザインを作ってくれたので、それをちょっと読み取っていきたいと思います。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。そういえば、仕立て屋クーポンもね、ケイトさんにもらっとったんよね。マイデザインショーケースへようこそ。マイデザインショーケースでは、オンラインであなたのマイデザインを公開したり、世界中のマイデザインを入手できます。早速、ご利用になりますか？利用します。初めてや。はい、ってことで、マイデザインショーケースへようこそ。作品 ID。一応コメント欄に、ヤマトさんがね、作品 ID を書いてくれとったけん、それで検索していきたいと思います。はい、これが、アユナネコパーカー。これ保存していきます。え、すごい。世界って書いてる。世界って書いてる。保存します。で、これをプロデザインの、まあ、この何にも書いてない型紙のところに保存していくと。お、すごい。プロデザインのタブが解禁されました。プロデザイン。プロデザインは通常のマイデザインよりも細かい部分までこだわって編集できるプロ仕様のマイデザインです。プロデザインを新規作成、編集するには、マイデザインのスマホアプリをアップグレードする必要があります。身につけることは可能です。ほうほうほう。うん、いまいちわからんけど、ここまで進めてきたってことは、私は、アップグレードはしとんかな。アプリのアップグレードは案内所にあるタノポートからマイルと交換で行うことができます。あ、なるほどね。してないわ、じゃあ。まあ、身につけることはできるんよね。オッケー。そしてもう一つ。はい、これがアユラネコ T シャツ。これも世界って書いてる。半袖 T シャツ。なるほど。はい、これで。オッケー。終了する。これどうやって身につけるんやろ。あ、こっちか、アプリ？マイデザイン。マイデザイン。このアプリでは服として身につけたり、様々な場所に貼って使えるマイデザインを作ることができます。アプリに保存されるマイデザインは、島に住む他の住人、プレイヤーと共有されます。あなたが作ったマイデザインは、お出かけなどの通信プレイを通じて、いろんな人に見られる可能性があります。他人の権利を侵害するもの、自分や他人のプライベートな情報や、他人に不快な思いを与えるようなものは書かないでくださいね。プライベートな情報をマイデザインにするとはどういう？んと？あ、なんか、さっき出とったね、マーク。このマークがついたマイデザインについては、あなたが作成でないマイデザインには選択時に、このマークがついていますと。これ編集が加えれんってこと？あ、このマークがついたマイデザインは書き換えることができないので、この枠を編集したい場合は先にマイデザインを削除してください。ふんふん。タヌポータル経由で QR コードから読み取った 3DS のマイデザインをダウンロードする機能が追加されました。QR コードからタヌポータル経由？ふんふんふん。マイデザインの読み取り方法は、Nintendo Switch Online アプリ内のゲーム連携サービスからタヌポータルにアクセスしてご確認ください。あれか。
現実の世界のスマホアプリのやつ。ってことで、プロデザイン。これを身につける。あ、すごい。見て見て。ちょ、キニオさん。こんな感じ。アイラネコパーカー。良きじゃない良きじゃない。そして、もう一個の、アイラネコ T シャツ。じゃん。あ、半袖になった。パッと見の違いは、半袖かどうかっていう袖の長さぐらいしかわからん感じかな。こんな感じです。ちょっと付きまとわないで。付きまとわないで。じゃあ今日は私これでうろつこうかな。おおきに、またどうぞ。どうもー。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、出発してこう。はい、出発。お、すごい。アテンションプリーズ。当機は間もなくレモンヘルメットに到着いたします。座席の背もたれを元の位置に戻して、シートベルトをしっかりとお締めください。現地の直後は午前10時37分。天気は晴れ。気温はそれなりでございます。当機は間もなく着水いたします。いいね、いいね。ほい、ってことで、レモンヘルメットに到着。わかるかな？ここにルーレットが。そう、ルーレットの使い道をね、ちょっといまいち私はまだ見出せていないのだけど、島全体がスゴロク風の島になってるらしいです。すごくない？すごくない？でもこれあれよね、一回一回ここに戻ってきて回すってことなのかな？あ、ゴールそこないよね。なるほど。え、あれ、旗は一体、レモン？あ、レモンとヘルメット？ヘルメットをかぶったレモンや。かわいい。なんでヘルメットなんやろ。一応なんか動物の森ではさ、リセットさん推しらしいんやけど、それでかな。ってことで、まあ、とりあえず、あれやね。まあ、見て回りますか。入り口入ってすぐのところでは。ここでお花見？いいね、いいね。春なんやね、季節的には。この島の季節的には。ふんふんふん。あ、浜辺にもあるんやね。ここに、ここでルーレットを回すっていうことなんかな。誰かルーレット係みたいな人が追ってくれたら楽なんかな。これ何？貝か何かか？キノコではないよね。貝よね、多分。お、見て。ほら、もうなんか周りにめっちゃスポーツ用品が体を鍛える系の子なんやね、きっと。はい、そして、あ、いいね、外で。ここは中華風、チャイナ風な感じかな。誰ちゃん？フララ。あ、フラミンゴの子や。なるほど。あ、すごい！見て、ちゃんと滝のところから。なるほどね。そういう感じで組み合わせるの。いいね、いいね。このプラスっていうのは、もう一回触れるってことかな。多分ルーレットマークのところで、触れるんだと思うんだ。あ、いいね。この博物館の外にさ、地球儀。なるほど。そういう感じ。ほうほうほう。なんとか、多分オープン10周年とかそんな感じや。たぬき商店、そんなん立ってたのか。え、これかわいい。これ何屋さん？小物系かな？なんか、ん？動物？リスとかウサギとかある？一番右はなんか、なんやろ。バイオリンではないね。もっとでかいやつやね。あの辺の弦楽器の種類がいまいちよくわからんくって、私。あ、なるほど。こういう感じで、なんていう、手作りアクセサリー、ハンドメイドアクセサリーの店みたいな感じにできるね。あ、かわいい。
そっかそっか、こういうのいいね。何屋さんなんやろ。こっち側は一応なんかコーヒーとジュース、こっち、あ、こっちはかき氷やね。ふんふんふん。あ、でなんか裏側もお店って感じ。こっちなんか、これかき氷やけんね。多分これ業務用冷凍庫で中に氷がいっぱい入っとるってことや。なる、あ、リセットさん。ほら、リセットさん。めっちゃいいやん。これは電気注意ってことかな。どうも。ひなこ。ん？見ない顔だね。島の外から来たお客さんかい？ああいうのって言うんだ。うちはひなこ。あんたを歓迎するよ。そばからって遠慮は無用さ。まあ自分の島だと思って、のんびりしていきな、フレア。全体的に鳥系の住人ってことかな。なんか、さっきね、島に着いてすぐの、あの、上から見下ろした感じも、誰、あ、あの子や。ね、あの子がなんか歩き寄ったし、フララも、あれやろ、フラミンゴの女の子かなんかやろ。で、ここがお家、お邪魔します。リセットさんの絵が、良き。お、なんかすごい落ち着いた感じやね。お、そして、絵が飾られてある。イラストレーターさんとかそういうこと？なんか書き物がいっぱいある。めっちゃいっぱいある。あの鹿のやつやっぱりすごい気になるんよね。すごい気になるんよね。うんうんうん。あ、なんかご飯食べようかと思ったら、ゲーム？人生ゲームみたいなのと、あとパズル。なんやろこれ。何かしらのマイデザ。マイデザよね多分これ。はい、それじゃあ左の部屋へ。はい、そして。お、なんか豪華なベッドが。豪華な中華風のベッドやね。音楽も中華っぽい感じやし。ん？これは、これあれよね、イースターの壁紙よね。私、イースターの壁紙こんなにまじまじと見たことなかったんやけど、こんな感じやったんやっけ。うさぎ模様とかも入っとったんやね。卵だけやと思っとった、勝手に。もうすでに私は取り払ってしまったけれど、イースターの壁紙。あ、かわいい。この上に置いてあるこの本は多分、棚とは別よね。このパステルチックのやつかわいいな、欲しい。子供部屋に、あ、でも、どうかな。子供部屋というよりも、高校生ぐらいのこの部屋の方がいいかな。はい、そして、こっちから行けなかった。こっちから行けなかった。はい、それじゃあ奥の部屋へ。お、こっちは、ま、お風呂場とか水回りやね。こんな感じで。ちゃんとしたタイルや。これ何？何なんやろ。何かしら。元素記号的なやつ？全然違うかもしれんけど。あれなんて読むんやろ。英語？英語じゃないよね。なんとかなんとか、オブ、なんちゃらかんちゃら。わからない。すごい、お風呂場に飾っとる。この縦のやつ。あ、え？こんな感じにできるの？これ窓？カーテン開けれんね。窓とか、あったっけ？そこから。窓とかあったっけな、横の部屋。覚えていないや。はい、そして、右側の部屋へ。おー、音楽スペースやー、すごい。え、めっちゃすごい。こんだけ所狭しと飾っとったらなんか、圧巻やねん。え、すごい。めっちゃ綺麗なんやけど。こんなにあるんだな、すげえ。へえ。多分ね、見たことないやつとかも、ある気がする、まだ。ね。ええー、すごーい。
ね、こんだけ揃ったらすごい綺麗。なんやろ、何の研究しようやろ。黒板が気になる。いいね、いいね。ここでいろんな曲が生まれているのか。なんか、あれよね、乱雑に置かれてそうで、でも、リアルな感じするよね、めっちゃ。へー、すごーい。これさ、さっきちょっと気になったんやけどね、ここに飾られてある絵、これあれかな？多分ね、VTuber さんをしとったって言ってけん、その人たちの絵ということかな。私 VTuber さん全然ね、詳しくないけんあれないけど。ね、あれ、あそこにあるさ、ちっちゃいモニター、あの、テレビ。え、めっちゃちっちゃくない？あんなサイズの壁掛けテレビがあるん。てかなんかすごいさっきからね、何のアニメなんやろってめっちゃ気になるんやけど。でもなんか、外国の方のアニメって感じがする。あの、トムとジェリー的な感じ。はい、それじゃあ2階へ。お、上。あ、いいね。なんかこういう感じで組み立てるというか。そう、このコーナーのやつとかさ、いろいろ、持っとるんやけどさ、どう組み合わせていいかが。こうちゃんと交互にね、いろんなやつがあったら。あ、ここにもあるやん、ちっちゃいモニター。あのちっちゃいモニターめっちゃいいな。超いいな。あ、一応あれなんやね。たまたま私が見かけたのが、鳥系住民っていうだけで、鳥系だけじゃないんやね、この、島におるのは。すごくね、私がたまたま見かけたのが全部鳥っていうの。鳥系住民の島かと思ったよ。サーキュレーターのピンクいいな。あ、こっちにもサーキュレーターあるやん。いいね。涼しいっすね。めっちゃ涼しいっすね。で、やっぱりみんなこれ、あれやんね。ぬいぐるみ飾っとんやね。母からのぬいぐるみ。いいな、チェスとかなんかいろいろ。ボードゲーム系とかもなんか、いっぱい充実しとんやね。あつ森。はい、お邪魔しましたー。なんか服装変わった？気のせいかな。なんか足跡面白いな。なんか浜辺に残る鳥系住人の足跡面白いな。いいね。お、この辺は。一応なんかすごい、花がまとめられてて。あ、あの子やね、フララ。ほら、鳥系住人ばっかり、なんかばったり会うんやって、私。あ、一応ね、この、ま、島全体が、お、島全体がスゴロクの島になっとるんやけど、ちょ、こっちこっち。そう、なんか一周したら、四季を巡れるような感じにしとるらしくって、やけん多分ここが、ね、春の桜、お花見っていうことなんやろうね。で、ここを順番にこう辿っていくと、次には、夏がやってくるはず。これはあれなんかな？これはこっちに行くんだろうか。いや、でもこう、飛び越えていくってことかな。いや、じゃあ私は橋を渡って。あ、いいね、なんか、見える位置にこう、二つの橋、別々の橋が。なに？なんかあっこになんか、タンスがあるんやけど。そしてフラミンゴに囲まれた道を通って。ここが夏ってことかな？多分。いや、浜辺やけん、まあそういう感じのものを並べとるだけかもしれんけども。やっほー、ローラン。いいな、干物。干物いいな。スフィンクスとかもあるやん。あれは？石の壁か。石の壁、何気に私、買ってないような気がする。買っていないような気がするよ。はい、そして。ちょいと待って。なんかいろいろと私、ここは通れなかった。いろいろと逸れていく。じゃ、こっちの方向やね。七夕とか。夏だね。あれさっきなんで通れんかったんやろ。通れるやん。ここに引っかかったってことか。なるほどね。あ、いいね。
ゴムプールいいな。ゴムプールって、あれか？たぬきショッピングかなんかであったっけ？なんか横にちゃんとこれ道が分かれとんやね。なんやろ、スゴロク用の道と一般道ってこと？かな？あ、やっぱこういうね、住人の家の前のこういうタイルを敷いていくのもすごいいいよね。はい、そして、これか、リセットさん、工事の看板に出てくるって言ったの。なるほど。ここでだけ、リセットさんに会えるんやね。今のところ登場予定はないんかな、リセットさん。悲しい。ん、奥の方には竹が生えてる。竹もね、なんか生やしたいなと思いつつ、なんかめっちゃ生えてくるって言うやん。めんどくさくなりそうで、植えてないんよね。あれ、タケノコ植えたらいいんやっけ。はい、そして、奥。ここからは丘の上に入っていくんやね。何？なんか虎。なんか虎が。びっくりした。あ、私がこれを踏んづけたっていうことなんかな。この辺夏のゾーンやろ？株が腐っている。あ、これちゃんとあれや。ちょっと待って、吹き出しが邪魔。ちゃんとなんか動きよるの見えるんやね。このアリの観察のやつ。こういうの見るの好きなんよね。小さい頃アリの列とかめっちゃ見よった。この上は？また絵が飾ってある。あ、すごい！なんかここ好き。なんかここの雰囲気すごい好きなんやけど。いいね、いいね。やっぱこういう風に色々とね、一軒だけじゃなくって、こう家とテントみたいな、こういう組み合わせてね、一個の大きい施設みたいな感じにするのすごいいいな。私にはそういう発想自体がまずなかったんよね。ほら、ここまでが一個ってことやろ？え、なにこの人大金持ちか何か？めっちゃ敷地広いんやけど。超敷地広いんやけど、しかもなんか、島の一番高いところに位置しとるし。なんかこれあれやね、砂時計みたいやね。砂時計の砂が下に落ちていきよるみたいな。ほら、なんか、こういう上からさ、下々のものを見下ろしよるみたいな感じやん。そしてテント。おー、なんか結構きっちりしとった。え、なんか、三人分ベッドあるんやけど。ここ、あれ？なんか、お客様用みたいな。そういうことかな。て、ゲームまであるし。これ何？麻雀？麻雀やね。一瞬上海かと思ったけど違うや。麻雀やね。私、麻雀のルール全然わからんねよね。小学生の時にさ、麻雀系のゲーム持っとったんやけど、覚えれんかった。はい、そして。あとは、ここお家ってことよね。お邪魔します。おぉ、びっくりした。やっぱ多分お金持ちなんやわ、ほら。家にこんな、これはピアノというんかな。なんて言うんやっけ、これ。教会にあるやつよね。足元の鍵盤こんなんでかいんやね。え、かわいい。ぬいぐるみこんなパターンもあるん。超かわいいやん。これはこういう模様なん。落書きされとるわけじゃないよね。へぇー。メイドさんとかがおるんかな。でもそういう感じの家っぽい感じするわ。ピンクの冷蔵庫あるやん。かわいい。私んとこ黒とか白とかないよね。はい、左の部屋は、またでっかいベッドが。見て、なんか、布団めっちゃはみ出しとる。あ、なんか下のシーツまでフリフリなんや。へぇー。こんな感じで、高そうな着物も持っていらっしゃるのね。ここは多分、年頃の娘さんの部屋。多分でもきっとちっちゃい女の子もおるんよね。このスペース的に。お絵かきしたり、積み木遊びしたり。はい、そして奥の部屋へ。
あ、奥はお風呂とトイレ。壁が面白い。なんか壁紙面白いね。あ、そしてこっちに洗濯機もあった。さ、私このタイプの洗濯機しかないんよね。だけどなんか、ドラム式の洗濯機があったしもあったけど、めっちゃいいなと思う。お、スイッチが入ったよ。揺れ出した。はい、それじゃあお邪魔しましたー。いいね、なんかこういう広々とした庭。だって庭にさ、キャンプサイトみたいなのあるやん。めっちゃいいやん。じゃあこっちの方向に行きますか。お、外に。え、なにこれ。これさ、あの、私の家に、家というか私の島にあるやつさ、色が違うんやけど、この、何？この模型というか、これもなんか季節みたいなのあるん。多分私のところ夏っぽい感じやったけど、これめっちゃ秋じゃない？季節。すごーい。へえ、そういう違いがあるんや。あ、こっちにも置いてある。この辺からもしかして秋ゾーンなんかな？さあ、こっちが、あ、ここにもルーレットある。ここにもあった。あらゆる場所にあるんかな、もしかして。この辺は果樹園か。お、この辺が果樹園で、そして、この奥。見て、リセットさん。リセットさん。よきよきよき。ここが多分ね、まあ、この、リセットさんの休憩所。海を眺めながら、たまにはね、もしかしてこのマンホールの下に、リセットさんとラケットさんの居場所があるのではないだろうか。一旦作業中断して、あそこに座って、ちょっとゆっくり、のんびり、ね。いいね。まあ、常にカリカリしとっても、まあ、集まりになって、こう表に出てくることもなくなったけんね。ゆっくりのんびりと過ごしていただきたいよ。あ、すごい、いいな。なんか公園めっちゃいいな。なんなんやろ。私も公園を作っているはずなんだけど、作っているはずなんだけど、なんか全然雰囲気が違うな。なんかすごい綺麗。このタイヤのやつってあったかな？こういう方向で座るの？どっち向きでもいけるのか。え、かわいい。あ、なるほど。このキックボードとかで遊びに来てる子がいると。三輪車もあるね。そしてやっぱ砂の城とか置くよね。浜辺。砂の城のね、砂の色も違うっていうのを、この間別の島で見て初めて知ったけん。ま、こう、ね、あの家具の色とかも、島によって違ったり色々するけん、面白いよね。そうなんやっていう発見が。あ、どうも、ジェシカ。おや、会うのは今日が初めてだね。うちはジェシカって言うんだ。あんたの家はどのあたりだい？え、ユスの島から遊びに来てるって？うんうん。アイナはアイナ島から来たのかい。この島は気に入ってくれたかな。気が向いたらいつでも遊びにおいでよ。歓迎するからさ、フレア。ねえ、フレアって何？お、スパークやん。懐かしのスパーク。あの、私の、何？あの、飛び森の時やったっけ？追い森？か？追い森かな？にスパークがおったんよね。あ、すごい。あ、これをあのネットの代わりに使っとるってこと？そう、私、ビーチボールはゲットしたんやけど、どうしようかなって思いよったよね。どういう風にこのビーチバレーの場所を、ネットが欲しいなって思いよったけど、そういう感じにできるんか。なるほど。いいね、いいね。あ、かわいい。なにこれ、めっちゃ可愛いんやけど。あ、ほら見て、冬も可愛いな。多分私のところのは夏なんやけど、
なるほどね。秋と冬があるわ。あれは、タケノコ？タケノコ型ランプ？ランプかな？ランプや。へえ、そんなものもあるのね。ここはもう気軽に、足湯みたいな感覚かな？ん？ではない？あ、いいね、卓球。温泉といえば卓球。え、めっちゃいいやん。へえ、なるほど。え、すごい。私も卓球台ゲットしたらそういう風に置こう、組み合わせて。今のところまだ全然ね、ゲットできてないけんあれやけど。そして鉢。なる、え、鉢って飾ったらこんな感じになるん？普通にこういう虫かごに入れられるんやね。なんかちょっと違う感じになるんかと思ったけど。お、そしてここにも。これ多分 VTuber さんたちの絵ということね。よっ。ここは、あ、ここはキャンプ場？何これ、楽器？すごい。めっちゃ叩き寄る。そしてここね、キャンプサイト。おー、いいっすね。あとこれ、あ、こういう感じで組み合わせて、あ、なるほどね。ほんとや、同じ色。これ組み合わせて使う感じなんか。そう、このテーブルもあるし、この椅子もあるんやけど、組み合わせるって全く思わんかった。全く思わんかった。そっかそっか、そういう感じで使えるのか。なんか外に置く用のテーブル、なんかこれ外に置く用のテーブルやなとは思ってんやけど、なんか自分が思っとるのと違うって思って飾ってないんよね。そっか、そう組み合わせたら自分が思っとる感じに見えるわ。確かに見えるわ。なるほど。いや、なんか他の人の島訪ねたら気づくことだらけだな。気づくことしかないな。このマークはなんか意味があるってことなんかな？ね。なんか最初上で見た時にさ、普通に関係ないんかなって思ったけど、多分これ意図的にこういう形にしとるってことよね。やっぱり砂時計マーク？違う？なんか、今はさ、読み込み中のマークって、ぐるぐるマークやけど、昔のパソコンって、ああいう砂時計マークでやったことね。知らんかな。知らんかな。どんだけ昔のことか、ちょっといまいち分かってないけど。ん、あそこにも。もしかして12星座のやつ飾っとるんかな。すごい。なんかそういうモニュメント的な感じでさ、こういう、何？水辺のところに飾っていくっていうのもなんかあるよね。ああいうちょっとした陸を作って。あ、これちゃんと、左右あるのか。え、これひっくり返して飾っても多分裏側が見えるだけよね。あとやっぱり左右分があるということ。そう、私これね、博物館横のカフェスペースのところに、博物館のカフェですよ、みたいな感じで、印で置いとんやけど、そう、なんかもう片方もあればいいなと思ったんやけど、あるんやね。なるほど、なるほど。そしてここが広場。広場一番最初に見たよね。確か。なんか旗のマークを見に行ったような気がする。これで全部の建物は回れたかしら。あ、建物はもう、あれか、3軒。回ってるね。ふんふんふん。あの奥のとこは行ったんかな？あの奥、一番奥のあのスペースは？ここが公園やろ？あ、でも上がれるところと上がれんところがあるんかな。よいしょ。スペース的には、あ、いたところか。あ、奥のスペースはこの上のところやね。なるほど、なるほど。ちょっと今、地図で見てもね、こう、行き切れてるのかどうかが。謎で謎で。あ、いいね、こういうの。サボテン、なんかこれを外に飾る発想がなかったけど、ああいう、
家の前とかに飾ってもめっちゃ綺麗な感じするね。なんかテーブルの上とかに飾る用の観葉植物としか思ってなかった。なるほど、そっか、外に。あ、こういう、パンジーとかもこんな感じで飾れるん。一輪挿し？なんか、鉢植えみたいなの飾ってくれたりとかせんのかな？あの、花とかを全然飾らんけんさ、いまいちどういう風に飾られるんかがわからんねえけど。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、こんにちは。ただいまのアイヌトーン時刻は2020年6月18日、木曜日の午後5時58分です。では、本日もお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。お！遊びに来られたお客様に、アイナ島の魅力がしっかり伝わると良いですね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。お、スマホが鳴っている。もしもし、こちらたぬき商店の豆吉です。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金22861ベルを口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。そういえばさ、常吉から買った美術品は、お、来てる来てる、稲荷マーケット。アイナ様、ご注文いただいた美しい彫刻をお届けします。素晴らしいアートをお楽しみください。なお、返品は受け付けておりません。稲荷マーケット。ほう、受け付けられてない。アンチョビ。こんにちは、アイナくん。大切な友達にメッセージカードを送るのが今僕のブームなんだ。一番最初に送るのは君だって決めたんだよ。君の親友、アンチョビ。アンチョビは親友だったのか。待って、美しい彫刻、どんな感じ？ん？ない。あれ、私撮ってなかったっけ？え、撮ってなかったっけ？あ、撮ってないわ。やばいやばい。てか、どんなでかいものもしまわれるのね、あのポストに。こんな感じ。じゃーん。まあ、どんなのって、船の中で見とるけどね。誰やっけ？花子やったっけ？あっとった。ふふ、あなた人見知りしないのね。私の名前は花子よ。声かけてくれてとっても嬉しいわ。まあ、人見知りする人間は多分ね、勝手に人のテントの中には入っていかないんだ。この島は空気も美味しいし、最高ね。もうしばらく滞在させてもらうわ。私もここに住めたらいいのに、セボン。君はちょっと、うん。なんかでも、服かわいい。いいね、その服。明日には帰らなきゃいけないなんて分かってはいたけど、やっぱり寂しいわね。こういう切なさって旅行あるあるだわ。一泊二日っすか。もしもこの島に移住できたら、キャンプでは味わえなかった島の魅力を楽しめたりするのかしら、セボン。どうかな、それは。きっといろんな魅力があるはずよ。でも住んでみないとわからない苦労もあるにはあるでしょうね、セボン。めっちゃなんか押してくるやん。キャンプといえばキャンプファイヤーよ。燃え盛る炎をぼんやり眺めているとセンチメートルの気持ちになるのよね。え、センチメートル？何長さ測ってんのよ。違うわよ。センチメンタル。聞いたことあるでしょ？ま、いつかあなたにもこの気持ちがわかるようになるわ。それが大人になるってことよ、セボン。牛に悟される。めっちゃなんか化粧濃くない？バカンス気分でこの島に来たけど、明日には帰らなきゃいけないと思うと、なんだかちょっぴり寂しいわね。アイナ島に住めたら、どんな生活が待ってるのかしら。想像するだけでワクワクするわ、セボン。あれよね、自分がちょっと、来てほしいって思う子はあんまり言ってこんねやけど、って感じの子はグイグイ来るね。普通の島だけどな。住んでると普通かもしれないけれど、やっぱりここは素敵な島よ。私が太鼓判を押すわ、セボン。眉間にシワが。私はちょっとゲームができないかなと。パジャマワンピー絶対可愛いやん。もしあなたが買ったらパジャマワンピーはプレゼントってことでどうかしら、セボン。やるやる。あなたならそう言うと思ったの。それじゃあ始める前に確認だけど、ゲームのルールはご存知かしら、セボン。知ってる、大丈夫。あら、それじゃあ早速始めましょう。まずはヨークカードを切って。さあ、引いたわよ。このカードは、ハート、ダイヤ、スペード、クローバーのうち、どれなのか当ててみてちょうだい、セボン。うん。いつも私、クローバーって言ってしまうよね。
クラブ、ダイヤ、ドヤ。さあ、次は答え合わせよ。惜しい。残念。答えはハートよ。この問題、ちょっと難しかったかしらね。パジャマワンピ欲しかった。そういう女子力高いもの欲しかった。くっそー。待って、他の商品は。ラグラン T シャツ、急になんかあんまりいらん感じなものになってきたけど、まあ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 。だとしたら売ればいい。知ってまーす。あら、それじゃあ早速始めましょう。まずはヨークカードを切って。さあ、引いたわよ。このカードは赤と黒のどっちなのか当ててみちょうだい。赤。さあ、どうや。二択でもダメなんかい。じゃあ他の商品はどうでしょうか。他に何か持ってないっすか。く、全然ゲームの話をしやがらない。バスケシャツ、よし、じゃあそれで。さっきから急にスポーティーになってきたね。やります。あなたならそう言うと思ってたの。もう私の人となりを分かったのかしら。よし、来い。なんかさ、このミニゲームの種類めっちゃ減ったことない？あの飛び盛りに比べて。4択はね、難しいんだよ、クラブ。どや。難しいわ、そりゃ。2択にして、赤か黒かにして。あ、何も持ってなさそうだわ。なるほどね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ということで、早速飛び立ちますか。今日もいい天気やね。お、冬。アテンションプリーズ。冬季は間もなく人狼島に到着いたします。座席の背もたれを元の位置に戻して、シートベルトをしっかりとお締めください。現地の時刻は午前10時26分。天気は晴れ。気温はそれなりでございます。冬季は間もなく着水いたします。ウェルカムアエナさんって書いとった。ありがとう。あ、ほら、やっぱり人狼ってあれなんや。狼のやつなんやね。ほら、ウェルカムエルさんって。ありがとう。めっちゃありがとう。嬉しい。超嬉しい。これプレゼント？あざます。なんやろ、中身。開ける。雪だるまの帽子？何それ？かわいい！かわいい！ありがとう。ハッピー。ってことでちょっと回っていきます、私。ほうほう、住民の写真が9枚あるので、9枚 ?10 人おるんよね、全員で。ってことは、あと1人で、完成するということですか？ぜひ探しながら。あ、なるほど。いろんなところに貼ってあるんよね。回ってみてくださいね。了解です。これ何の花？椿の花？かな？これは何て書いてあるんだろう。デプス？ごめん、ちょっと意味がいまいちわからないんだけど。あ、これ？写真。これじゃない？ですよね。4号の写真だ。ん？あ、写真に向かって A を押すと。4月14日生まれお羊座。好きな言葉は、ゲイはミオタスク。いいっすね。そういう一言なのね。あ、ちなみに、あ、プロフィールが見れる、了解です。見たよ、早速。あ、ちなみにね、舞台鑑賞が趣味らしいんだけども、だからなんかそういう、舞台みたいな世界観を作ってるらしいです。ここは、あれよね、ヨンゴさんの家ってことよね。なるほど、なるほど。めっちゃピンクなんやね。超ピンクで、しかもなんかすごい頑丈な扉っていうのが。お、あ、なるほど、それぞれの住人の家の横に置いとるってこと。アポロ。誰か、あれは、ジャック。ノーアルタか、爪を隠す。なんかめっちゃおしゃれな家。いいな、この家。
あ、多分あれないよね。この街並みに合わせて住人を呼び寄る人とかも多分おると思うよね。この家の外観みたいなのから。いいな。あ、ごめん、見えてなかった君。あ、あれなんやね。ちゃんと息が白いんや。今初めて知ったんだけど、息、鼻息はじめまして。私、アリゲッティと申します。女の子なんやね。あまりお見かけしない方ですけど、その島からいらっしゃったんですね。なるほど。アイナさんとおっしゃるんですか。人狼島に越しの際は、お気軽に声をかけてくださいね。ワニです。自己紹介、ワニ。セーラー服着てる？もしかして。ぽいね。あ、てか目かわいい。なんかこういう感じのさ、木で囲まれた場所に池があるっていうのもなんかいい感じ。あ、こっち浜辺なんやね。うんうん。なんかみんなね、やっぱ島の形とかも違うけんね。面白い。ほら、やっぱりみんな息が白い。あ、かわいい。私前に見たやつはね、多分白かったと思うんやけど。え、なにこれ。これもなんか、ガラスみたいなんできとるん。かわいいな、クマ。かわいいな。ここは、誰やっけ？じゃん。なんかあの、海賊っぽい感じのネズミね。好きな言葉、老鳥、雲を飼う。ほう。この、こういう、ああいうとこに書かれとる言葉は実際にある言葉ばっかり？ちょっといまいちわからんねえけど、ただ深いような気はする。スタッフオンリーやって、入って大丈夫？入って大丈夫ですか？スタッフオンリーこっちってことよね。段ボールが積まれている。あ、すごい。抜けたらそこには店がたくさん並んでいる。あ、ここがお家？お邪魔しましょう。あ、めっちゃ氷。すげえ、すごー。なんか壁にめっちゃいっぱい。ほら。やば。やっぱね、なんか中途半端に飾っとってもあれやけど、こんだけ壁にぎっしりあったらさ、なんかかっこいいよね。めっちゃかっこいいよね。お、なぜ腐った株が。なぜ腐った株がこんなところに。はい、それじゃあ左の部屋へ。あ、こっちは雪。へえ、なんかこういうさ、動く壁紙面白いよね。え、すごい、こういう壁紙もあるんや。めっちゃいいやん。え、この壁紙なんか綺麗。ね、いいね。で、ちゃんとほら、足元もね、足跡がつくよ。雪の上に。これ多分、スキーで滑ってきた後やろ。このシャッてなっとるやつ。スキーやったことないんよね。はい、そして、奥の部屋へ。家の中も全体的に冬なんかな。あ、奥は違った。いいね、ポスター。ん？上までは見えない。多分上にもあのね、4枚ほど飾られているはず。なんかね、この、なんやろ。なんてことない背景で映っとることを、なんか景色で映っとることを、分かれるよね。なんなんやろ。そのキャラによるんかな。スジャックはかっこいいな。か、アポロかっこよくない？めっちゃかっこよくない？夕日に映えてるね。はい、そして、右側の部屋へ。え、すごー！こんなのがあるんや。え、すごいね。なんかその、雪とか氷系だけでもこんだけあるんやね。でもって、ちゃんとこれね、ほら。周りはパチャパチャ言うんや、水。で、真ん中はこのザクザク言って足跡もつくし。え、すごー。へぇー。微妙に立体的な感じなんかな。すごいね。雪と氷だけでもこんだけ楽しいな。え、楽しいな、壁紙。いいね。こんだけ集めたいわ。ちょ、待って。はい、そして2階へ。2階これ何？なんなんやろう。すごいなんかまだら模様なんやけど。あ！貝とかがあるね。マーメイド系？
これ岩場ってことかな。へえ。じゃあここもまあ水に関する感じ。多分今壁紙を集めよるところなんやろうな。スタッフオンリーって書いとったのはあの段ボールが置いてあった場所のことかな。ん？こっちはもしかしてさっき来たところ？ほう。ぽいね。戻ってきたね。なるほど、繋がったんやね、こっちに。ふんふんふん。まあ、ここに多分小道具とか置いとんやろ。段ボールとかが置いてあったところに。あ、ここに博物館が。外側に全部置いとる感じなんやね、お店とか。あ、めっちゃ綺麗に並べるやん、花。今これもやって駅寄る途中なんかな。あ、どうも。これ柵越しには話しかけれないよね。あ、すごい。え、これは日にちが経ったってことかな。あ、やっぱ熱盛でもあるんやね。めっちゃ時寄る。超時寄るやん。なるほど、そういう段階がちゃんとあるのね。ふんふんふん。通路。やっぱこの熱盛でもまた雪だるまルーレットみたいなのあるってことよね。ほらまたこうやって間に段ボールが。スタッフオンリー。もしやここは抜けれないところ。抜けれなかった。何ここ、アンチョビがやってくるの。え、もうすでに写真を確保しているの。どういうことなんだろうか。ふう、危ねえ。あれ、いつの間に出てきたの？あなた、初めましての方ね。あ、この島に遊びに来たの。私は忍ぶ、よろしくね。あなたは、なんかすごい角度やね。アイナさんね。どう？素敵な島でしょ。いっぱい楽しんでってね。ワニです。鳥でしょ？君はワニではないよ。あれなんかな、ああいう大きい鳥系の女の子っていうのは、ちょ、しずしずとした和風な子が、多いの？あ、上にも行ける、なんか。七夕の笹が結構なんか飾られてあるね。みんないっぱい買っとんかな？私一本しか買ってないや。ん？これは誰？バッカス。何あれ？スチームって書いとん。好きな言葉は、誠実であれば最も遠くまで行く。何が？どういうこと？なんか名前のネタになっとる人ってことかな？バッカスが誰かちょっとよくわからんねんけど。ステラ。これはどういうことなんやろ？スチーム？霧？ステラはなんか雷的な感じですか？なんかそういうのが表現されてる。もしかしてそういう舞台の名前かな？私、舞台を見に行かんけんさ、よくわからんねよね。なんか、小さい頃に、時代劇っぽい感じの舞台を見に行きよったけど。アンチョビ。好きな言葉は、明日できることは今日しない。しようよ。今日もできるんだよ。あ、すごい、こんなところに。こんなところに滝？すご。急激な。みんななんか滝の使い方面白いよね。私はもうなんか景色に溶け込ませることしか考えてないけど、なんていうん、インテリアの一部的な感じで使うんよね。結構。お、これは？パトラ。クレオパトラのことかな。好きな言葉は、絶世の美女。あ、そうやね、きっと。クレオパトラやね。アリクイかな。なんかそんな感じ。ねえ、こういう感じの滝の作り方がね、すごいよね。みんなよく思いつくなと思うんだけども。なんかさっきカバー歩いてなかった？どこからたどり着けるのだろうか。こっちか。お、フラッグ、旗だ。フラッグ旗だ。多分そういう舞台の名前なんやろうね、きっと。お、怒りが。ここに、これから段差ができるっていうことか。段差。階段か。
もう普通に坂道か。こんな感じ。ビレッジ。村だ、村。これは誰？あ、これさっきの、アリゲッティやない。好きな言葉は、和をもって尊しとなす。アリゲッティ、君、和だったのか。え、てかめっちゃ可愛い。なんかハートマークついとんやけど。アリゲッティ、あれないな。鼻の上にもハートマークがあるんや。へぇー。村の一部に、トタケケがいたわ。どうも。今、急いで引き出したやん。さっきまで引いてなかったのに。全然引いてなかったのに。ここもビレッジの一部なんかな。そうなのかしら。そうなのかしら。行ってない場所は、あ、すごいね。きっちり綺麗に上の方に並んどんやね、商店。この4箇所に分かれてるってことかな。ん ?6 箇所に分かれとんかな。あ、6箇所っぽいね。待って、ここのテーマ何やった？多分このあたりに。そうよ、デプス分からんかったんよね。待って、私全部見つけれた？ 1 で、まあ、多分なんか、海がメインってことかな、舞台。人魚姫的な感じ？か？そしてここに2つ目。三つ目。んで？ここビレッジなんよね。まあ、冬がメインの舞台ばっかりなんかな。で、これが四つ目。んで？ふ、こっちは違ったぜ。フラッグ。ここ来てないんじゃない？ディスミス。なんやろそれ。これ5つ目？命やん、命。なんか音楽系かな。好きな言葉は、自給自足。自給自足？畑とかか？うん、音楽系っぽいね、ここは。申し訳ないことに、一個もわからんけど、あれで6つ目かな。舞台鑑賞が趣味ってなんかいいね。めっちゃオシャレやね。全然そんな、まだね、映画鑑賞とかならあれないけど、舞台を見に行くっていうのは全くないな。これで6見つけれたんかな。で、え、ってことはあと3つかな。あと3つ、これで、7？ あと2つ。え、あれよね、写真、外に置いとるってことよね。ステーラ。これで8。あと1個。え、あと1個で合ってます？あと1個で合ってます？なんかね、話しながら生きよったらね、若干ちょっと、数が分からなくなりがちなんですが。一瞬あったかと思った木だったわ。こんな感じかな。でもなんかこの島全体で、ね、その舞台を表してるっていうのは、すごいよね、それぞれで。ないな。もう全部見つけたんかな、私。ちょ、待って、こっち側もう一回。あ、そっか、こっちあれやん、アンチョビのところやんね。見つけたのか？とりあえず私が把握した感じでは、8だったような気が。違うかもしれんけど。違うかもしれんけど、なんかここの雰囲気めっちゃ好きなんやけど、わかる？この階段も込みでね。階段も込みのこの感じ。なんかめっちゃ好きなんやけど。ロー。見つけれたのかしら。見つけたような。見つけていないような。
ちょっとすごいふわっとした感じやけど。これめっちゃ綺麗やね。これは椿であったのかな。でも椿こんな感じよね。なんか現実でも一番よく見る感じだと思うけど、生垣。ほい、ということで、じゃあ今回は、なんか、思ったより遠かったな、出口。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。